今日は1時間ですかね、1時間ぐらいにしておきますね。いいですか、多分オーバーすると思います。なるほど。というわけでですね、今日は招いていただいてありがとうございます。個人的にはですね、今日嬉しいですね。怪しい SMI 私も大好きでして、まあ一部でね、詐欺的商法と言われてますまあそれやめてですね、まあ戦略がない、やる気だけとかですね、いろいろこう言われてますけどね、まあ、私が言ってるだけですけど、それは武田良一教祖もですね、ちゃんとテキストにですね、実は毎回 SMI 的なやつが大事だということをですね、ほんの一行書いているということを知っているっていう人。ね、ほらみんな気づいてないですね。うん、まあ後で、ね、武田先生のパートの時に出るかもしれないですけどね。まあこれ後で見てください。こう私ね、まあ武田先生と付き合って18年ですよ。うん、18年前から、まあ、武田先生はそのことをちゃんと、いわば SMI みたいなことも大事だということはちゃんとこう言ってるんですね。これね、戦略系のコンサルタントとしては、ね、非常に珍しいですよ。他の人はまさにね、戦略系のコンサルタントが。そのやる気だ、愛だ、ね、そういうのも大事だというのはですね、ビジネス系のコンサルタントは気づいてないですね。そこをね、気づいた上で、ね、こう、あれですよ、まあ、願望、熱意、向上心、これが 53% 占めるっていうんですよ、成功の。あ、その中でそれ思い出したっていう人、今聞いて、思い出したっていう人。まあ、大体ね、気づいてないですよね。ですから、まあ、その戦略はね、その後なんですよ。だけど、まあ、武田良一としては、ね、やる気だ願望かとか、もうそういうのはね、まあ、専門家に任しておいて、私は戦力ですよというふうにこうさらっと言ってるんでね、ついこう忘れてしまうんですけどね。それに私も実は去年書いたこの、これは弱者の戦略、新しいやつ。これは武田先生のベンチャー大学での講演をそのままテープ起こしして、ベンチャー大学の事例を間に入れただけの本だったんですけどね。これがね、ついにまた増刷ですよ。7年経ってるんだね。でね、フォレスト出版から、交渉11番号おめでとうございますこう来たんですよ、メールが。交渉って何やってん、俺嘘はつかんたいて、ね、フォレストお前仕事魂の本ばっかし出しやがってみたいなね。フォレスト出版で私が大喧嘩してるっていうのは知ってるっていう人。あんま知らないよね。まあまあそれはいいとして、まあね、フォレスト出版の社長はね、息子をね、私のセミナー、タイセミナーにね送り込んできましたよね。まあだから心の底ではね、結構愛し合ってるんですけどね。まあまあそれはいいとして、これすごいですね。ですからね、これはね、まあ入門書ですよ。武田ランチェスターの、ね、勉強してる人からしたら、あのなんやみたいな、ね、感じで、福岡でもですね、よう勉強してるの間ではですね、母さんまたなんか偉い、その分かりやすいけど偉い入門的な武田ランチェスターの本、ね、代わりにゴーストライトで出したねと、いろんな人が言われたんですけど、いやそうなんですよ。ところがね、これ出てみたらびっくりですよね。経営戦略の、まあ、軽い系っていうか思い系も含めて、この10年で1万回が売れてますんでね。で11万部交渉で何やと、そのちゃんとした数字言えって言った。そしたら、あ、すいません、8万8千部です。じゃあ交渉の11万部とか言うなってね。言ったんですけど、でも一応これおかげさまで、台湾語版、中国語台湾語版と、タイ語版ですかね、が出てますから、まあギリギリ本当に正式に10万部なんですけどね。まだね、10年後、20年後もね、多分まだ売れてますからね。申し訳ないけど、当ててしまいました、私。ただこれ、カットしてるので、だから 95% は、ね、武田口、先生が書いてるというふうに思ってて、まあ、それはその通りなんですけどね、実作業は私がやっただけなんですね。で、ここには残念ながら、私のオリジナルは一つも入ってないんです。忠実に、まあ、知ってる人は知ってます。これは本は本当はですね、これ武田良一のランチェスターの、初心者向けの本ということで出る予定だったんで、私の名前出る予定なかったんですけどね。まあ先生が、まあ、当時食えなかった私を見てですね、かわいそうだということで、じゃあまあ名前出してもいいよというふうになりましてですね。ですけどこれ今名前2つ出てますけどね、
いまだにその読んだ人の 95% はこれ武田先生のものって思ってましたね、はい、それがね私にとっては実は良かったんですよ。武道でチュハリって知ってる人、武道お茶チュハリ知ってるっていう人、意外に知らないですね。まあ私も44歳まで知らなかったんですけど、なんでこれこんなへえ、ね、お茶の世界でしたっけね、シュハリってやるんですね。シュハリですね。だってまあこういうふうにこう成長していくと、まあ、スポーツ、まあ、これ考えてみたらね、勉強でもスポーツでもまずは基本ですよね。基本師匠の言う通り、先輩のモデリングね、あんま使いたくないけど大嫌いな、ジェームズ・スキナーが使ってるから、あんまり笑いが出ないまあ知らない、まあ知らなくていいから、あんな感じまあ要はパクりましょうと、学ぶっていうことは真似るっていうことですよね。真似る、学ぶ、真似る、だからパクりが大事だっていうことですよ。自分に合った師匠モデルを見つけて、それは徹底的にパクると。だってイチローだってね、最初は誰かの野球のバッターの、その教科書通りにかやったわけですから、これ勉強もスポーツも絶対やっぱ必要なんですよね。ところがね、その、まあ、大先生もよく言うけど、その社会に出たら仕事を持っていたら、経営になったらですね、教科書がいきなり一応ないですよね。ここに来てる人は教科書が武田の10歳とか、まあ成功哲学系で SMI とかナポレヒルとか、うん、昔言ったら市倉さだまさんとか、まあなんかね、いろいろありますよ、ね、その診断士系、食えない診断士系だったらスワッと、まあ何でもいいけど、まあいろんな定番のこう教科書みたいなのがあって、まあその中で自分に合った教科書通りにまずはやると、でその後ちょっとこうオリジナル出して、まあ最後は離れるということはまあないんですけどね、大体ね、まあこの順番でこういくんですけど、私のそのまあ著者系っていうかね、講演系で言ったらですね、まあもちろん当たり前ですけど、武田陽一がこの主なんですよ。でこの最初の本が私のオリジナルが一切出せなかった、ゴーストライターですからね。それがね、私のような性格からしたらこれ結構奇跡でしたね、型にはまったことをやれって言われるのが私一番大嫌いなんですよところがこれはね、それをやらざるを得なかった、ね、で講演も当然です、これをメインにずっとこうやってきましたんで、この通りに、まあ、しないといけなかったんですけど、これが私にとっては最高に良かったんですね。うん、でまあまあそれはいいとしてですね、今日私の講演初めて聞くっていう方、初めて聞く、あ、大半そうですか、なるほど、じゃあ、じゃあまあ、あえて言ったら、まあ、ユーザーじゃなくてもですね、一応まあ SMI 系だという人、SMI 系のなんかあれに騙されてきてるっていう人ちょっと手を挙げて。あ、半分ぐらい。僕は一応だ、川辺さんに騙されてきた、ね、あとはそのチラシ屋ドットコムとか騙されたっていう人あ、一人だろうってなるほどね、まあ大体そんな、まあ大体半々っていう感じですよね、うん、あね、本当ね、別にね、今日主催が SMI の代理店だからって言うわけじゃないですけどね、まあ私のこと知ってる人は知ってるでしょうけど、実は私は SMI も強烈なユーザー、もう15年です、まあ、最初はもう大喧嘩ですよ、その手のやつらとは東京とかで、だいたい異業種交流会出るとですね、17年前でしたけど、東京行ったのが異業種交流会出るとなんか必ず電話かかってきて、カナさん成功したくないですか、いや成功したけど何あんた、いや実はナポレオンヒルダー SMI だとかなんか抜かしやがってですね、成功したいんだったらこんなものがありますよと、いかにも成功しないようなセールスマンがいるとね、お前なんかに言われたけどバカかみたいな、もう毎回大喧嘩ですよ。でなんか怪しい、うさんくさいね、大体成功哲学系、自己啓発系は講演家もセミナー屋も研修屋もね、教材も大体怪しいですよね。